戸田港と三浜岬の空中写真。1976年撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。三浜岬三浜岬の位置三浜岬は、静岡県沼津市戸田にある岬で差しと呼ばれる地形。岬は、駿河湾と戸田港を隔て、港側は砂地となっており、 夏季には、海水浴客で賑わう。三崎の先端には、他の植生の侵入から守られ、商用樹林帯の名残を残す犬巻が群生しており、昭和55年11月28日に、静岡県から天然記念物、三浜三崎の犬巻群生地に指定された。三浜三崎にある砂浜と、松林は三浜三崎公園として整備され、旧戸田村から、 天然記念物に指定された、根上がり松や、友愛の松をはじめとした名のある松が多数、存在している。三崎内には、沼津市戸田造船郷土資料博物館、駿河湾深海生物館や、東京大学戸田寮があり、先端には、大量と、海上死後の神として崇められている、音立花姫命を祭人とする、諸口神社があり、付け昆布には、 余裕のある広さの駐車場が整備されている。だるまさんから見た戸田港と、三浜三崎柿の B 市静岡県道17号沼津、都井線沿い南側の斜面の健康の森には、展望台があり、三崎全体と富士山を望むことができる。ありがとうございます。